香港式ミルクティー。香港式ミルクティーは、濃い目に入れた紅茶にエバミルクを加えて、風味をつけた飲み物。イギリスや日本のミルクティーと異なり、入れた紅茶にエバミルクが混ぜられた状態で客に出される、ものである。風味も異なり、濃く入れるため、香りが高く、若干の渋みも伴うが、これをエバミルクでカバーして、濃厚さに変えている、牛乳由来の成分の比率が高いため、 風味はロイヤルミルクティーに近い。砂糖は客が好みの量を加えて調整するが、テイクアウトの場合は砂糖も混ぜられているのが普通である。通常、数種の茶葉をブレンドし、大きなポットで数杯分、内し十数杯分をまとめて抽出し、木綿の露化袋でこして作られる。香港及びその周辺地区において、茶山頂と呼ばれる喫茶レストランなどの大衆的な 飲食店で広く供され、喫茶文化の一部となっている。このような店では、割れにくい厚手のコーヒーカップか、ガラス、または、プラスチックのコップに入れて出されることが多い。なお、香港でも、高級ホテルや、西洋料理のレストランで、ミルクティーを注文すると、一人用のティーポットに茶葉を入れ、牛乳、または、エヴァミルクを別に添えた形式で出されるので、香港式、ミルクティーとは、 区別が必要である。香港のイギリス植民地時代を起源とする。イギリスにおいて一般的な紅茶に牛乳と砂糖を加えて飲むミルクティーはアフタヌーンティーの習慣とともに、新末に甲州や香港に進出したイギリス人によって持ち込まれた。ミルクを加える習慣がない中国茶に対して内茶と呼んで区別した。当時、関東省周辺には乳牛はおらず、 用いられたのは農耕に用いられていた水牛の父であった、高州南港の砂ワンチンや純徳チンが、高州で消費される水牛乳の生産地となり、また、牛乳プリン、生姜牛乳プリン、大螺牛乳などの独特の食品も作られるようになった。香港においても、植民地化に伴うイギリス人の居住と共にミルクティーを飲む習慣は持ち込まれたが、地元に牧場がない香港では、 新鮮な水牛乳も得ることが困難であった。このため、1856年に発明されたコンデンスミルクや、1885年に発明されたエバーミルクが保存性がある缶詰の形で代用にされ、新鮮な乳を用いるミルクティーよりも一般的となった。当初、ミルクティーはホテルや西洋料理のレストランで出される高価な飲み物であり、 一般の中国人とは無縁の存在であった。しかし、20世紀になり、西洋料理が大衆化していくのと、関東語で、教室と呼ばれる、喫茶店や茶山町が登場して、加藤レニューを加えた、ミルクティーを出すようになり、さらに第二次世界大戦後、大パイと呼ばれる半固定屋台の飲食店でも、出すようになると、一般の中国人にもミルクティーを飲む習慣が、徐々に広まった。 中でも、香港島の片巻にある茶山町の乱放園が、布のろ化袋を用いて入れた濃厚なミルクティーは、評判となり、この手法を真似て出す店が増え、他の地域とは異なる特徴のある飲み物となった。その後、思考の変化から、加糖練乳に代わって、無糖のエバミルクが主流となり、好みの量の砂糖を加えて、甘さを調整できるようになった。香港式ミルクティーは、 産地や形状が異なる。数種の紅茶の茶葉をブレンドして入れられることが多い。通常、配合は企業秘密であるが、スリランカ産のセイロンティーを含むブロークンオレンジペコーの茶葉が主で濃厚さを出すために、プーアル茶も少量をブレンドされることが少なくない。客を待たせず回転を早く出すために、通常は大きなポットに茶葉を入れ、 数杯分から十数杯分をまとめて作り、ポットを火にかけることも行われる。ストッキングと呼ばれるロカ袋でこすばやく、濃く出すのに適した、ブロークンオレンジペコーの茶葉をきれいにこすために、木綿のロカ袋が用いられることが多い。これは、香港島中玉巻にある蘭方園という茶山頂が取り入れた方式と言われ、見た目がシルクのストッキングに似ているため、これでこしたミルクティーは、 糸別内茶と呼ばれる。この呼び名は、香港の俗語であって、香港以外の大陸本土や、華僑の間ではそれほど知られていない。なお、露過袋は、使用前は白いが、紅茶を出す過程で、茶色く染められてゆく。露過が済んだ紅茶は、ポットに入れ、客の注文が入るのを待つ。注文があれば、カップ、またはコップに紅茶を注ぎ、さらに、エヴァミルクをたっぷり入れて、出される。 エヴァミルクのブランドとして、オランダフリースランドフーズのブラックホワイトや、ネスレのカーネーションのものがよく用いられる。エヴァミルクもメーカーによって、成分や風味に違いがあるため、こだわりのある店では、ブラックホワイトエヴァミルク入りセイロンティーなどと、材料をアピールしている場合もある。正当派の香港式、ミルクティーを語る際に、エヴァミルクを先に入れるべきか、 紅茶を先に入れるべきかの議論がなされることがある。どちらの方法にも利点、欠点が挙げられるため、なかなか結論が出ない。ただ、実際の茶山頂では、エヴァミルクを入れてから紅茶を入れる方法が多く、用いられてきた。この方法だと、摂氏80から90度にもなる紅茶を注いだ時に、コップが割れるのを防げ、また、よく混ぜることができると言われる。同様に、 テイクアウト用に砂糖を加える場合も、最後に紅茶を入れると混ぜる手間が軽くて済む。ミルクティーは、多くの香港人の日常生活の一部であり、大衆の中に普及している。特に茶山町の洋風朝食で目玉焼き、スープマカロニ、パイナップルパンなどと、セットで出されることが多い。香港人が、香港式、ミルクティーの評価に用いる重要な基準は、味わいよりも、香りと、 滑らかさである。実際に、狡滑という形容詞が、美味しいミルクティーという意味でよく用いられる。このうち、特に滑らかさが重視される傾向にあり、言い換えれば、香港人が満足する香港式ミルクティーは、クリーミーでなければならない。この滑らかさをもたらすのは、エバーミルクであり、それ自身の味と加える量が、香港式ミルクティーにとっては、非常に重要なポイントとなる。このため、 使用するエバミルクのブランドにもこだわる人が多く、量も飲み終えたカップの内側に白い乳脂肪が残るぐらいに濃厚に用いると評価が高い傾向にある。茶草はエバミルクと砂糖を加える代わりに加糖練乳を加えた香港式ミルクティーである。ベトナムコーヒーと類似した飲み方であるが、当初は無糖のエバミルクではなく、より保存性が良い加糖練乳が用いられていた。 味は当然エバミルクだけを入れたものよりも甘く砂糖とエバミルクを加えたものと比べても甘めであることが多いかつて飲み物の種類が今のように豊富になる前には多くの人がこの甘さを好んで飲んでいた現在茶草を好んで飲む人は昔から親しんでいる年配の人々であることが多い亜熱帯の香港ではアイスミルクティーも人気が高い 現在の香港のアイスミルクティーはクラッシュアイスと共に出されることが普通で冷やす手間が増えるアイスミルクティーはホットよりも2から3香港ドルほど高いのが通例であるかつて氷が今ほど簡単に得られなかった時代にはコップに注いだミルクティーを冷蔵庫に入れて冷やしておくことも行われていたまたコップではなく豆乳のビタソイや コカ・コーラのガラス瓶に店で詰めて冷やして売った時代もあった。今日、このような瓶入りミルクティーはほとんど見かけない。濃厚なミルクティーが好まれる香港では、クラッシュアイスを入れると溶けて味が薄くなる嫌いがある。このため、古い手法であるコップで冷やした氷抜きのアイスミルクティーの方が味の上で好まれ、一部の茶山町ではこのタイプのものを売り物にしていることがある。 香港式ミルクティーにコーヒーを加えるとユアンヤン茶となる。香港式ミルクティー以上に香港独特の飲み物である。なお、香港にはコーヒーにも木綿の露化袋でこしたストッキングコーヒーと呼ばれるものもある。シンガポールのエヴァミルク入りミルクティー。T は茶の復元語または徴収語読みで C はネスレのカーネーションブランドのエヴァミルクを意味する略語。 香港では、たとえネスレのエヴァミルクを用いてもこの呼び方はしない。中国語で、チンダマ、ナイチャ、ナミハナイチャなどと呼ばれるタピオカパール入りミルクティーは、台湾発祥でアジアを中心に各地に広がりつつあるが、通常の牛乳を加える作り方でなく、エヴァミルクを用いて作られる場合がある。ありがとうございます。